ミトさん、トリミング行くよ、トリミング。新年を綺麗な体で迎えるよ。残しっぱいで綺麗な子をやっていきたいなっていう感じで、めっちゃ嫌な子を受けて、なんだこれ。いってらっしゃい、みーちゃん。頑張れ。
心の向かいのプルを猫にしててね。めっちゃ腕気持ちいい。あ、でも前よりも傾斜がついていい感じですね。いい感じ。うん、いや、めっちゃ濃い、めっちゃ濃い。うん、あの多分顔と体のバランスがいいと思う。すごい、すごくいいじゃん。いいと思います。ありがとうございます。大満足、大満足。いいじゃん。よかったね。はい、というわけでトリミングから帰ってきました。この通り真っ白ふわふわちゃんのスッキリちゃんになりましたが、気がつけばこの体勢です。なんであ、でもこれ普段見えづらいお腹のとことか見えやすいですね。ちょっと今回はね、若干お手入れしやすく、気持ちお腹をね短めにしてもらいました。確かにちょっとお腹がすっきりしたかもしれない。お腹の毛がね、綺麗に切っていただきました。これでちょっと散歩行った時汚れにくくなるかな。うん、きっとそのはず。前回はちょっとモコモコボディに対してお顔が小さすぎたかなっていう感じもしたので、今回はそのあたりのバランスをとっていただけるようにオーダーしました。でね、なんか途中この目の横がこうやってとんがり出したっていう事件があったと思うんですけど、なんかね、そのとんがりの部分もお話しして、ちょっと丸めにね、ここの部分もカットしていただいたので、お顔も丸い感じのシルエットで、まあある程度ボリューム感あるけど綺麗に整ったお顔になったんじゃないかなと思います。変わらず体はモコモコなんですが、足の先に向かうにつれてこう細くなるようにいつもオーダーしてるんですけど、ちょっとその傾斜をねグッと前よりも斜めにしてもらったので、足がぴょこって出てる感じが分かりやすいかなと思います。足先も丸くてね、とても可愛いです。みんちゃんファンにもね、よくね、お願いしますって言われることの多いまつげをね、残すという話なんですけども、きちんとね、こう切らずに伸ばしてもらっております。だからまあ、目元の印象がすごい変わったりとかはなくね、すっきりしたんじゃないかなと思います。あとは本当に、もう真っ白ちゃんになって、肌触りがふわふわちゃんです。こんなほら、握ると指がふわって消えちゃうような、綿雪のような触り心地になりました。今までもモコスケだったんですけど、ふわふわ感がとっても出ましたね。綿飴の妖精さんになっちゃったね。みんちゃんこんな風にね、トリミング行ってきまして、かなり綺麗で清潔感のあるモコモコボディになりました。2020年も残りわずかですが、こんな綺麗な状態で締めくくろうと思いますので、あと数日間ですが、皆さん2020年もそして2021年もよろしくお願いします。ではここまで動画をご視聴いただきありがとうございました。この動画がいいと思った方はぜひ高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。